こんにちは、デリッシュキッチンです。おうちに桜を飾ってみんなでパーティー、クリア朝日で乾杯。クリア朝日の提供でお送りします。わけぎ2束は小口切りにします。にんにく2かけは潰しておきましょう。長芋 50g はすりおろしておきます。ボウルに薄力粉 150g、 長芋 50g、 和風顆粒だし小さじ1/3、水 200cc を入れて混ぜ合わせ、小口切りにしたわけぎ3/4量を加えて混ぜましょう。別のボウルに酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ1/2、醤油大さじ1と1/2、片栗粉小さじ1/2を入れて混ぜ、豚こま 300g を加えて混ぜましょう。ふんわりとラップをして 600W のレンジで2分加熱し、一度取り出して混ぜ、再度ラップをし 600W のレンジで2分加熱します。耐熱容器に潰したニンニクとポン酢 60cc を入れ、ガーリックポン酢をホットプレートに置きます。サラダ油大さじ1を熱し、生地を一口大に広げ、甘辛豚を乗せて高温で焼きます。周りが固まってきたら裏返して1分焼き、再度裏返します。ピザ用チーズ 80g を乗せて蓋をし、チーズが溶けるまで蒸し焼きにしましょう。家飲みにぴったりなクリア朝日は麦の旨味が楽しめます。新しくなったクリア朝日をお楽しみください。ホットプレートの蓋を取り、お好みのトッピングを乗せて、ガーリックポン酢をつけたら完成です。締めのレシピもご紹介。ごま油大さじ1を熱し、蒸し中華麺2袋を入れて炒めます。残ったガーリックポン酢を加えて炒め合わせましょう。水 50cc を加えて水分が飛ぶまで炒め合わせ、かつお節 5g、残りのわけぎをのせて、マヨネーズ適量をかけたら完成です。新しいクリア朝日と一緒に、ぜひお試しください。